なだ塩は、海上自衛隊の潜水艦。有しお方潜水艦の5番艦。艦名は、なだの塩に由来する。本艦以降の有しお方は、ハープーンが発射可能となっている。なだ塩は、中期業務見積もりに基づく昭和55年度計画2200トン潜水艦8092号艦として、三菱重工業神戸造船所で1981年4月16日に、 帰行され、1983年1月27日に浸水、1984年3月6日に収益し、第2潜水隊軍第3潜水隊に編入され、横須賀に配備された。1985年3月27日は、マシオと共に、第2潜水隊に編入、第2潜水隊は同日付で、第2潜水隊軍令下に編成がえ、 1988年7月22日から7月23日にかけて、伊豆大島沖展示訓練に護衛艦、倉間等と共に参加した後、浦賀水道航路を横須賀に向けて寄港中、横須賀沖で遊漁船第一藤丸と衝突。この事故で沈没した第一藤丸の乗客乗員のうち30名が死亡、17名が負傷する事故を起こした。 1994年3月19日から、護衛艦、岩瀬等と共に、フィリピン方面海上実習に従事し、同年4月27日に、佐世保駅等する。1998年3月16日、第一潜水隊軍第一潜水隊に編入され、低傾向が悪れに転籍。1999年3月21日、護衛艦、高月等と共に、 第51期飛行幹部候補生課程を卒業した、初任幹部67名を乗せて、江田島を出港、フィリピン方面外洋練習公海に従事し、同年5月3日に、佐世保駅等する。2001年6月1日、助籍。ありがとうございます。